8月8日、天皇陛下は来日中のグテーレス国連事務総長と面会されました。天皇陛下は来日中のグテーレス国連事務総長と面会されました。面会は午前11時頃からお住まいの御所の小広間で行われたとのことです。グテーレス国連事務総長は8月6日広島で行われた平和記念式典に出席しました。また陛下が皇太子時代国連難民高等弁務官だったグテーレス氏が来日した際にはお住まいに招いて雅子さまと共に3回面会し難民をめぐる状況について話を聞かれています。実は今回の来日前グテーレス氏は日本のメディアに対し核兵器の使用が許されないことを伝えるのに倫理や歴史的な観点から日本ほどふさわしい国はないと指摘していたのです。天皇陛下がグテーレス氏と会われるのは2015年以来約7年ぶりとのことです。陛下は平和の大切さを知る国民統合の象徴としてグテーレス国連事務総長と面会され核兵器を使用させない強い意志と平和の重要性について価値観を共有してくださったのではないでしょうか。敏宮愛子さまの作文についてもグテーレス氏はご存知なのだと拝察します。10代半ばの愛子さまがその年齢ですでに平和について真摯にお考えになられていたことは天皇皇后両陛下の素晴らしい家庭教育の賜物であり日本人の誇りです。天皇皇后両陛下と愛子さまが将来グテーレス氏と面会できるなら平和と核兵器不使用の重要性を一層世界へアピールできるだろうと期待せずにはいられませんね。陛下は2015年まで国連水と衛生に関する諮問委員会の名誉総裁をお務めでした。その時にグテーレス氏と世界の人々が安全な飲料水を手に入れるための目標などについてお話になったようです。今回は旧交を温めるとともにロシアのウクライナ侵攻を憂慮され平和への願いをお話になるのでしょうか。そして水問題についてもお話されてることでしょうね。事務総長からは皇后陛下や敏宮さまのご様子についても聞かれているかもしれませんね。このような政治とは一線を引いた交流皇室外交で建前上のお付き合いができるところが意義があります。金城陛下はさらに深い見識と温かいお人柄で印象付けられると思います。また天皇陛下は国内外の要人とお会いになる機会が多くその度に国際情勢を学ばれたりお相手のことを下調べなさったり準備も大変でしょうね。そういった苦労は全く見せずいつもにこやかに対応なさるのはすごいことだと思います。元外務省職員で外国語に堪能な皇后陛下のアシストも大きいのではないでしょうか。両陛下と敏宮様にはとても安心感がありますね。天皇陛下、グテーレス国連事務総長との面会お疲れ様でした。今週は戦争関連のご公務で多忙だと思います。戦没者追悼式にも雅子さまと共に出席。今日からまた猛暑も復活して感染症もまだ拡大しております。台湾問題で付近の与那国島や八重山諸島さらに沖縄県も中国との関係に巻き込まれております。天皇皇后両陛下も戦争を知らない世代に入りました。天皇陛下がこういう場でお言葉を発せられることで後世につながっていくと思います。天皇陛下ご一家におかれましては愛子さまも含めまして十分に体調さらに感染症には気をつけてご公務をなされますようにお願い申し上げます。中心に置かれた花、お二人の距離感、すべてにおいて細やかなおもてなしが行き届いているように思います。会談も非常に実りある充実したものだったと伝わります。天皇ご一家の報道は、時に悪意を感じるほど素っ気ないのですが、報道に不自然な演出や美談など不要なのです。このお写真を見る限り、天皇陛下は通訳なしで、国連事務総長と面談されたのでしょうか。有意義なお話ができたことと思いますが、通訳なしでどこまで踏み込んだお話ができたのかが気になります。陛下は、もともと通訳なしである程度の会話ができるほど、英語にご堪能と存じます。感染症の影響で、通訳を外されたのかもしれませんね。最後まで、ご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、
いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。